はい、では電源ですね、取り方やっていこうと思うんですけども、ドラレコの箱を開けるとですね、こうやっていっぱいケーブルがついてます。でそのうちこの USB のものだけ、これはですね、充電用もしくはパソコンと接続するものなので、これはちょっと無視しましょう。で、使ってほしいのがこちらにあるですね、この専用のコネクタカバーがついているもの、これを必ず使ってください。で嬉しいことに、まあ、あの最近のドラレコのそうなんですけども、これについてるですね、ドラレコのユニットあった、このドラレコのこの、メモリカバーですね、メモリとか入れるカバーですね。でここにコネクタをこうはめまして、これよくできてますね。この閉めなくてもまずはめられる。で閉める、これちゃんと閉めてください。これ閉めた状態にすると一応ここは防水になります。雨に濡れても大丈夫ということですね。だからその証拠に、まあ、これを外してですね、こう口で吹いたり吸ったりしてもですね、空気がほとんど抜けません。なのでここにゴムのパッキンついてますからね、ここですね、もうパッキンです。はい、で、あまり締めすぎるとバキッていきますので、適度な力で締めてください。で、この状態で、まあ、このバイクはついてないですけども、こうシガーソケットですね、USB がついているものであれば挿せば、駆動できます。で、ステーは自分でおのおの工夫して、作るかつけるかしてください。一応箱の中にもこう L 型とかですね、これはまあ L 型につけた時にですね、縦付けのステーですけども、いろいろ入ってはいます。ただまあミラーのところにつけることができない場合、こういうですね、僕いろいろつけてますけども、撮影用にこういうバークランプのハンドルバーっぽいやつとかですね、ここにブレーズタイプのもあるでしょう。でデイトナさんの中にはですね、これあのバーそのものが電源になっているものもあります。はい、でそういうのをつけてですね、そこにこう設置していくというのが、いいかなと思います。でこれ何がいいかというとですね、非常に着脱が容易なんですね。だからバイクから離れるときはここが取れてくれる、これ結構いいです。はい、でここが取れないドラレコって結構ありますので、これ外しちゃえば持って帰れます。まあ、もちろんこれごと取っちゃった方がいいとは思う、それいいはいいんですけども、なんでこれを言うかというと、次の接続ですね、これは車体から電源を取るタイプで、なので、まあ、ちょっとこれは置いちゃいますけども、はい、こちら側が赤と黒の線が出てます。はい、でヒューズがありまして、これをですね、ケーブルがすごく長いのはなぜかというと、車体を這わせる、車体の中に入れる前提だからです。でこのケーブルもついてるんですけど、この黒い方がマイナス、マイナスというのは車体どこでも全部マイナス、フレームマイナスなんですね。でもちろんバッテリーのマイナスから取ってくれても構いません。で赤をプラスから取るんですけども、バッテリーから取ると常時通電になっちゃいますので、バッテリーから取るのは、まあ、やめた方がいいかなと思います。まあ、抜いてれば切れるんですけども、ショートの危険性がありますので、でプラスをですね、オートバイの電源から取るときは、キーをオンにしたときに光るところ、はい、そこから取ってください。まあ、こういうのを他の方がいろんなところで動画出してるんで、まあ、割愛してもいいかなと思ったんですけども、まあ、簡単にやるとですね、言うとですね、オンにするとまあポジションランプがつきますね。だいたい最近のバイクはポジションつくと思うんですけども、まあ、ヘッドライトのオンオフがある人はつかないです。そのポジションランプのついてる線からプラス電源をこう引っ張ってくる、もしくはヒューズボックスがある人は ACC と書いてあるところですね、あそこのからですね、そのヒューズ、その平ヒューズからケーブルが取れるやつがエモンかなんかで売ってるんですよ。でそれを使うとか、であとはまあヘッドライトの側のポジションから取るとかですね、それでもまあヘッドライトオフ、オンオフできるやつで、常時通電がどうしても見つからないよという方はですね、まあ、これはちょっと裏技的なんですけども、ブレーキのスイッチ、はい、ここから取るっていう方法もあります。ブレーキのスイッチの常時通電、どっちか常時通電しますんで、そっち側に加工してですね、ひらぎ星を二股とかにしてですね、そこから取ってやるっていう方法も、まあ、あります、はい、確かこれもブレーキスイッチから電源取れるっていうですね、キットが確かあった、データさんから出てたと思います。
後で調べてリンクは貼っておきます。だからDIY 自分でやる人はですね、まずその電源自分でどうやって取るか、こういうシガソケ等の電源がない人はですね、まあ、そこからのチャレンジにはなると思うんですけども、バッテリー直ではやめてください。で、あとたまにリレーかまわしてどうのこうのっていうめんどくさいことを言い出す人がいるんですけども、この程度の電力消費で、だったらですね、別にリレーをかまわして、取らなきゃいけないほど大電流流れませんので、僕はどっかから割り込んで取るぐらいで、別にちょうどいいと思っております。発熱するものですね、例えばこのグリップヒーターとか、ああいう非常にこうワッテージの高いものを使う場合はですね、まあ、ケーブルそのものも熱を持つので、リレーかましてバッテリーから直の方が、まあ、効率はいいとは思います。はい、まあ、それはちょっとまたマニアックな話になるので別の機会にいたします。はい、ただそういうのを結構あちこちでもやってる方いるんで、わざわざ僕がやらなくてもいいんじゃないかなっていう気がしますけど、はい、そんなわけでですね、今回、こちらの電源のコートをですね、紹介させていただきました。